北野神社は、東京都大田区中六号にある神社である。落馬止め天神、止め天神と称されるほか、地名から中六号北野神社とも呼ばれる。2017年時点では、六号神社の兼武者。江戸幕府第八代将軍、徳川吉宗の乗馬が暴走した際に落馬を止めた、ことから、東海道を往来する武士から、落馬止め天神と称されるに至り、 この加護にあやかり将軍指南役のヤギ受けるス巨役が近くに屋敷を構えた。農民や町民は、止め天神とのみ呼んだという。天魔宮本来の学問のみならず、災いや痛みを止め、落ちないことを祈願する者の参拝を受ける。毎月25日を縁日とし、この日には、木馬にまたがり祈願する江戸時代から伝わる神事が、取り行われている。本殿、かぐら殿各一棟。 1945年4月15日の空襲により、社殿が消失し、1684年の起身による、長図師が王子を伝える。1983年最高。玉川の六号の私へ導く河原橋の踏み石と、鶴山、亀山と名付けられた力石が残される。参道左手には、平裕塚、留塚、学上樹塚をめぐる天神様の細道がある。 ありがとうございます。